こんにちは。今回ご紹介する本は光の超12日間というこの一冊になります。バリバリなスピリチュアルな一冊です。でこの本、そうですね、1年前ぐらい確か買ったまま積みっぱなしになったんですけれども、ようやくちょっと読んでみたところですね、2011年の冬至から2012年の冬至の間に光の12日間というものがあると書かれていたんですけれども、気づいてみたらもう今日は2013年ということで、あら光の12日間終わっちゃったぞということなんですが、まあ、どうかと思ったんですが、せっかくなので一応読んでみました。その中でですね、書かれていたのはこの人類の葛藤ですね、それぞれの人間が、葛藤を解き放つ、解放することによって、自分自身の人生を 100% 生きれるようになる、自主独立ということが書かれておりまして、まあ、光の12日間もしかすると知らず知らずのうちに終わってしまったのかもしれないんですが、その葛藤を解放することによって、自分の人生を生きるという部分では、まあ、今からでも読む価値はあるのかなと思いました。12日間は終わってしまったようですが、ご興味ある方はぜひ読んでみてください。以上です。